はい、皆さんこんにちは。 HIDCH ヒデです。今日は私のツイッターの方で撮影にどんな機材を使っているのかという、まあ、質問がありましたので、私が日頃、撮影している環境、機材の方をご紹介していきたいと思います。それではまずこちら、じゃん。はい、これ以前グリップをつけるときにですね、紹介してたんですけども、ソニーの RX100M5 でございます。こちらがですね、一応動画と写真、まあ主にサムネイルを最近撮るのに使ってるんですけども、これのデメリットがですね、あまり長時間の動画撮影にちょっと向いてないというところでして、本体が加熱してきて動画の録画が途中で止まってしまうんですね。で、それがだいたい10分から20分ぐらいということなので、こちらの方が割と画質がいいので、短い動画を撮るときにはこちらを使って撮影をしていっております。そしてこちら、ギャラクシーの S9 になります。こちらはですね、手軽に割と動画が綺麗に撮れるスマホになってます。で、これに関しては、携帯回線を契約しないで使っております。動画撮影にも写真撮影にも使えるということで、一応万能カメラとして私は使用しております。はい、そして日頃メインで撮影してるカメラはこちらのハンディカムになります。こちら HDR-CX370 というですね、ソニーのハイビジョンハンディカムになります。こちらだいぶ古い機種にはなるんですけども、手ブレ補正がよく効いて、さすがまあソニーの製品だなということで気に入って使っております。はい、そして全ての動画においてこちらちょっと必須で使ってるんですけども、こちら、ズームの H2N というですね、ボイスレコーダーになります。で、こちらマイク型のボイスレコーダーになってまして、ですね、上見ていただくとわかるかな、4チャンネルステレオ、2チャンネルのステレオ、MS モード、XY モードというですね、四方から音を取るのか、前から音を取るのか、前後で音を取るのかというですね、そういった細かい設定のできるマイクになってます。で、日頃使っているのがですね、XY で前方向音声を取れますよというモードで、ビデオカメラで絵を撮りながら、ボイスレコーダーで声だけを撮ってるような感じですね。それ以外にですね、こういった外部マイクであったりだとか、こういったですね、Android、小型の Android 端末などを使いながら、撮影をしているような状況です。本来はですね、 YouTube 撮るにあたってカズさんを見習い GH5S 欲しいんですけども、さすがにちょっとそこまで余力のある YouTuber ではございませんので、自分の持ち得る環境で撮影をしております。はい、今回私の撮影機材ご紹介していきましたけど、いかがだったでしょうか。もしこれから YouTube 始めようかなとか思う方、おそらく携帯でも十分な撮影ができると思いますので、この動画は参考程度にしていただければなと思います。ということで、今日の動画はここまで。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。